1時間おきに休憩しようね。出発進行。あら、来たわね。ちゃんと準備はしてきた？あなた、山を甘く見てると痛い目に遭うわよ。とにかく、食料はあるに越したことはないの。保存食多めで、チョコレートなんかもいいわ。あと、山の気候は変わりやすいから、撥水性の上着や貝の下着も必要よ。ライトや簡易充電器なんかもあるといいわね。これくらいは一般常識よ。え？それは、まあ、それなりに。山は、その、ハイキング程度よ。そうじゃなくて、登山は知識だけで、経験はハイキングくらいしかないって言ってるの。やっぱりってどういうことよ。だったら今までのやりとりは何なのよ。まったく、待ち合わせ直後から。よ、あなたまで。時田も同じようなことを言って今日もついてくるって聞かなかったのよ。だから時間もごまかした上で別な用事を言いつけてきたから大丈夫だとは思うんだけど、考えたくもないわ。でも今それを心配しても始まらないわ。さあ行きましょう。まあまあね、まだ登り始めてそれほど経ってないし。残念。もし時田が来てたとしても私たちに気づかれるようなヘマはしないわ。そういうことになるわね。私は別に構わないけど、かえってリスクヘッジになるわ。極めて高いレベルのリスクとして。気にしなければいいじゃない。失礼ね、どんなリスクだって言うのよ。いいから教えなさいよ。何よそれ。こんなところにまで来てぶん回って。男だからってみんながみんな煩悩まみれなわけないじゃない。あなたがおかしいだけなんだから、弥生の神社でお祓いでも受けてみたら。時田！その言葉にもう嘘があるわよ。あなたもトリガーがどの程度強固なのかわからないけど、できるだけ暴発しないことを祈るわ。いいも何も、山登りの途中よ。ほら、もう行くわよ。
の島に通ってて初めて来たけど、もっと早く来てもよかったわね。バカね、家庭の話を詮索してどうするの。弥生かしらね。ここで島の話なんかを聞くの。弥生が知ってて私の知らない話。今度弥生と来てみたら。そうね。おそらく重要拠点に絞ってピンポイントで開発する計画だったと思うわ。多分駅前のあたり。私たちにとってはそうでしょうけど、再開発をお手にしてた人たちもいたでしょうし、みんなが喜んだとは言えないと思う。みんな必死なのよ。あの町長だって次の選挙次第では生活がかかってるんだし。そうかしら。どうしてそう思うの。そうだったかしら。だとしたら確かに今は違うわね。あの時は私も再開発が中止になってよかったって本心から思ってたわ。そういう意味では反対派よ。でもその後もいろいろ考えてみて、賛成派の人たちのこと本当に親身になって考えてたかどうかとなると、ちょっと自分では中立の立場のつもりだったけど、結局は一方の意見に組みする形でまとめてしまったような気がするの。心情的にはそう。でも中立とか客観的っていうのはそういう基準に寄りかかってはいけないのよ。いいの、これは私の問題。反省すべき過去の問題でもあり、これからの未来の問題でもあるわ。ありがとう。でも結構今までも役に立ってたわよ。そうね、日が暮れると足元が危ないわ。行きましょう。大丈夫と言いたいところだけど、少し休憩させてもらえるかしら。いいのよ、気にしないで。はあ、山道の下りってほんときついのね。登りより大変だわ。あなたは平気なの？無理はしないでね。時間はまだ大丈夫かしら。そう、ならよかった。あ、いえ、なんでもないわ。多分気のせいよ。まさか、そんなはずないわ。あの用事をこなしていたら当分身動きなんかできないはず。ごめんなさい、考え事をしてて。何だったかしら。多分目の錯覚だと思うんだけど、さっきそこの藪の中に時田がいたように見えたの。あの辺だけど見えないわな。
時田がその気になれば誰にも見つけることはできないわ。忍びの末裔だから。もういいわよ、出発しましょう。いるなら放っておいてもついてくるでしょう。それぐらいでいいのよ、行きましょう。そうね、結構疲れたわ。でも楽しかった。ええ、どうして？そんなのいつものことじゃない。それを言うなら私も同じよ。でもいいじゃない、いつも同じように接していた方が。さあもう帰りましょう。暗くなる前に家に戻らないと。門限のない家なんてあるの？あら、自由な家風なのね、羨ましいわ。あなたを育んだのがそういう家風なら納得だわ。あら、あと少しくらいなら平気よ。と言っても疲れてるし、シャワーも浴びたいから、あなたの言う通り帰ることにするわ。一緒に帰ろうと思ってたのだけど、残念ね。さよなら。